こんにちは、モテサクです。ちょっとですね、ご報告ということで、久々になんですけども、梅雨前線の正体、2年前に出した、僕の初めての単著の本なんですけど、まあこれがですね、ご報告ということなんですけど、第3版が、4月ですね、4月に第3版再重版になりまして、まあそれでちょっと改めて、2年経ってこの本、改めてちょっと自分で見直してみて思うことをちょっと喋ってみようかなと。で、梅雨前線の正体っていうのはですね、僕が学生の大学で気象学を、北大で始めた頃ですね、そこから研究員として就職して、いろんなことを進めていくまでのこう、研究の反省みたいな感じですね。だから梅雨前線の研究をしている茂木耕作の正体みたいな感じの内容なんですけど、でその結局、僕がどういうところでつまずいたりとか、最初はどういうことを漠然と疑問に思ってたかとか、そういうところから出発して、だからすごい素人感覚だった僕が徐々にこう学生の 2年3年って経っていくときに、どんどん徐々にはまっていって、で大きな発見に、こういうことがつながる、こんなちっちゃなきっかけがこういう発見につながるんだみたいな、そこまでのストーリーっていうのは、僕今振り返ってもやっぱりすげえ面白かったなって思うところ、それが3分の2ぐらいですかね。で、あとは僕が研究者になってから、いろんな人が梅雨前線の研究してて、特に感動した研究ですよね。同世代の方が多いんですけど、で、あと学生で、うわすげえなと、自分の時から考えたらもう考えられないぐらいすごいやつがいるなっていう人を一人取り上げて、書いたっていう本なんですけど、これがありがたいことに何千人もの人に読んでもらえたなっていうのはですね、すごいありがたいですね。で、先日ニコニコ学会で、ニコニコ学会ベータシンポジウムっていうですね、すごいなんていうか、僕としてはもう夢のようなステージに立たせてもらって、で、それも結局元はといえば、ここで自分のやってきたことを振り返ってなかったら、ああいうところに立てなかったなっていうのをやっぱり改めて思ったんですよね。で、ニコニコ学会の発表そのものはですね、最近の論文で高解高気圧見つけましたみたいな話にしたんですけど、だからこの本には書いてないんですけど、でもやっぱりもともとその僕研究をやってて、不快を愛着に、不思議を納得に、知識を理解に変える旅だったなって思ったっていうのは、もうこの本を書いた時から変わってなくて、で結局そのメッセージが届けたくてニコニコ学会でも出たんですけど、2年経ってみて、なんていうんですかね、こんなね、この本で使った写真をですね、こんなオリジナル T シャツにしてもらったりとか、いろんな面白がったりしてもらったこともあるんですけど、なんか伝えようとしてるメッセージ自体はすごい変わってないことにちょっとびっくりしましたね。もっとこう言えばよかった、ああ言えばよかったとか、ここを書きたかったとか出てくるかなと思ったんですけど、項目としてはね、どんどん付け加えていきたいことはたくさんあるんですけど、根本的に伝えたいメッセージみたいなのって変わってないなと。それがやっぱりなんかこれ書くのに2年ぐらいこうずっと苦しんでたんですけど、それだけ長いことをやっぱりかけて書いただけあったのかなっていう気はしましたね。なんかすごい、だから本を書くって論文を書くのと違って、どっちも苦労はするんですけど、なんていうか、すごい自分自身に向き合わされるんですよね、本を書くっていうのは。単純にその
証明するために、事実を証明するためにしっかりやるっていう研究論文ももちろん大変な作業なんですけど、それよりもやっぱりそれ以上にですね、自分のこと全然分かってなかったっていうことに書き出すと気づかされて、でそこが苦労するんですよね。でも一回その書き切ってしまうと、あ、伝えたいメッセージってずっと変わんねえんだと、多分これずっとこの先も変わんねえんじゃないかなっていう気が今してますね。まあ、重版になって改めてこうまた新たな何千人っていう人に届ける、出会うチャンスっていうのをいただいたっていうことだと思うんですけど、うん、科学は小説よりきなりとかですね、この辺のポップとか全部自分で、あ、このこんな感じがいいですっていうのを僕がこれ書いたんですけど、言いたいことすげえこれずっと言っていくんだろうなっていうふうに思ってますね。で、なんかそのこの本作るときにやっぱりその横書きの制約とか、まあやっぱりなんていうんですかね、難しいって言われる部分もあります。分かりやすいって言ってくれる人、一般の方でもすごいたくさんいらっしゃるんで、それはそれですごい嬉しいんですけど、やっぱここ難しかったとかって結構言われて、それやっぱりその2冊目の本で天気と気象について分かっていることいないことの方ではだいぶそのそれを意識して書き直したりとかっていうのもあるんですけど、この本ほどなんかその細かく自分のやりたいように作り込んだなっていう本ないなっていうのは、やっぱりこの1冊目は本当にエネルギー的にはこれを超えるってすげえ、これ無理だっていうかですね、もう本当に一文字一文字のこう、ここ太くしてここ細くしてここ線引いて作品はこのようなデザインにしてみたいなところ、編集やってくれた成田京子さんっていうことですよね、あ、桃子さんがですね、まあすごい付き合ってくれて、まあそこまでやってもらえる編集者になかなかこっちから言いにくいですしね、普通だから、あそこまでやったんだなって今はやっぱり改めて思うと、この本に、かけたエネルギーの大きさに自分でちょっとびっくりするようなところは結構あってですね、そうですね、だからこれでいろんなストーリーをですね、ちょっと動画、南風と太陽とかですね、ちょっと動画っぽくしてみたりとか、そういうチャレンジも思いついたところから、やっぱり今回のに先月出たニコニコ学会の話のストーリーもだからそういう感じにしましたけど、もう本当原点なんだなっていう感じですね。だからそれは第3版だからっていう感じではないですけど、やっぱり2年経ってみてもここは変わらないんだなっていうところが見えたっていうのはですね、改めて今思うことですね。ということで、まあ、また新たにこの本で出会える方がいるっていうことにですね、まあ、すごく楽しみにしてます。まあ、2冊目の本もですね、すごいぜひ読んでほしいなとは思ってるんですけど、僕自身の内面まで知ってもらうにはやっぱこれが一番まあ、名刺代わりに一番お渡ししたいなって思うようなところがあって、まあ、もし気象学者ってどんな成長を遂げるのかみたいな、秀才じゃないですよ、だから普通の人がですね、気象学者になっちゃうんだっていうようなストーリーですよね。だからそこにもし関心を持ってくれる方がいたら、ぜひ読んでみてください。